マンギスタウ半島、ないし、マングシュラク半島は、カザフスタン南西部に位置し、カスピ海北東部へ突出している大きな半島。西側のカスピ海に臨み、ボザシ半島と呼ばれる湿地の多い地形を北東側に伴っている。半島の北方の沖には、チュレン諸島が位置している。この一帯は、砂漠とステップ気候の中間にあり、大陸性の厳しい乾燥気候が見られる。 植生景観は、ほとんどが砂漠と草原であり、川も、真水の泉もない。地質学的に見ると、マンギスタウ半島は、ウスチュルト大地の一部である。半島の北側では、南北のアクタウ山脈とマンギスタウ山脈、合わせて3本の山寮の線が半島を横切っており、その最高峰の標高は555メートルとなっている。他方で、最も標高が低い場所は、 マイナス132メートルとなっている。半島の北部には林港山があり、南部では石油採掘が行われている。行政上、この半島はカザフスタンのマンギスタウ州に属している。最大の都市で同州の州都となっているのはアクタウである。ソ連時代の故障であるシャフチェンコは、ウクライナの詩人とラスシェフチェンコにちなんだ命名であった。同地は、 1960年代から原子力発電所が設けられるなど工業都市として開発された。この半島は古くはペルシア語で青山を意味するシーアークー、エシュトエイチカイチ、ペルシア語と称されていた。1639年、マンギスタウ半島はカルムイク人の支配下に入った。この地域の地図は1719年から1727年に カスピカイ一体を測量調査したカスピカイ遠征隊の一員であったヒョードル・イバノビッチ、ソイモノフによって制作された。ありがとうございます。